皆さんこんにちは。茨城県知事の大井川です。今回は国のコロナウイルス対策に伴う補正予算に伴う茨城県の新たな補正予算をご説明させていただきたいと思います。基本的な考え方としてスピード感を持ってコロナウイルスに関する対策、感染症に対する対応を取っていく、それからこの感染症の中でですね、大変な状況、経営状況に置かれています中小企業あるいは個人事業主の方に対して強力な支援を行っていくということで、今回史上2番目の大きさとなる963億円の補正予算を計上提案することに提出することになりました。主な事業として感染の拡大防止、それとその医療体制、医療提供体制の維持、整備維持ということのための費用ですね、例えば休業要請に伴う協力金でありますとか、医療施設の整備、それから軽症者の方を受け入れるための施設の借り入れ費用などの計上です。それから県民生活への支援として、生活困窮者に対する支援員の増員でありますとか、離職者に対する給付金の拡充、それから中高一貫教育特別支援学校における端末の整備などで、家庭でも学習に支障がないようにするための費用でございます。さらには県内産業への支援ということで、事業資金の支援、あるいは雇用調整助成金の上乗せ支援などを県としても独自で行う予定でございます。次のページ、休業要請でございますけれども、前回のご説明にさせていただいたように範囲を大幅に拡充して休業要請を出させていただいています。最大1事業者あたり最大30万円ということで協力金もご用意いたしました。基本は10万円、事業所を沈着している場合はさらに10万円、その沈着している事業所が複数ある場合にはさらに10万円ということになります。5月6日までの給与要請に伴う協力金ということでございます。次のページ。それから強力な個人中小企業個人事業主の支援というのはですね、政府とこの自治体と一体となって行っていきたいと考えております。政府の方でも応用しておりますが、中小企業向けに200万円、個人事業主向けに100万円の給付金を政府が用意しております。条件としては売上高が直近の月3ヶ月で約半分以下になったということが条件としてございますけれども、非常に大きな給付金が用意されています。それ以外に中小個人事業主に対して県の休業要請に応じていただいた場合には協力金として最大30万円をご用意しております。また雇用調整助成金ですが、費用の9割を国の方で見るということでございますが、残りの1割についても県の方で上乗せ支援として用意をさせていただきたいというふうに考えています。その他、直近で話題になっておりますが、全国民1人1万円の給付金の配布というのも政府から行われる予定でございます。次のページ。それから事業を守っていく上では給付金では十分ではないと、やはり借り入れ、しっかりとした借り入れによって資金的な裏付けを持って事業を継続していただくことが大事かと思います。大変有利な融資の仕組みも今回政府ともども用意されております。政府の日本政策金融公庫でございますれば、個人だったら6000万、中小だったら最大3億円までの借り上げ、借り入れをすることができます。15年の返済期間で末期5年ということで、金額も額もあとも3年間無利子無担保という条件も非常に有利になっております。さらに信用保証協会でありますれば、同じように3年間無利子無担保で、融資限度額8000万円まで、返済期間10年というものがございます。このような有利な制度を国の方で融資制度を用意しておりますので、ぜひご活用いただいて事業継続に役立てていただければと思います。仮にこの2つの融資が利用できない場合、県としてさらに対策を講じております。新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金として今回新たに設けたわけですけれども、同じように売上高が 50% 以上下がった場合にですね、また公的融資、こういう融資が利用できない場合には200万円まで無利子無担保、正規期間が5年、返済期間10年、
場合によっては延長して返済期限を20年まで延ばすことも可能な大変有利な貸付制度をご用意いたしました。ぜひこれらの制度を活用いただき、今大変苦しいかと思いますけれども、このコロナ対策の収束までなんとか事業を継続いただけるように頑張っていただければと思います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。